課外活動とは学校において正規の教育課程の他に実施される活動のことである。課外とは教育課程外の略である。また正規の教育課程は成果と呼ばれることもある。課外活動については法令や告示、学則などの初期則ですべての学習者が行う活動として規定されていない活動を指すのが通例である。初等教育の過程や 中等教育の過程では、教育課程の基準として、学習指導要領が適用される。学習指導要領には、特別活動などの教科外活動が定められているが、教科外活動は、学習指導要領によって、全員が行う正規の教育課程とされ、課外活動でない。特別活動には、学級活動、ホームルーム活動、児童会活動、生徒会活動、 クラブ活動、学校行事があり、初等教育の過程や、中等教育の過程における課外活動は、これらの活動を除いた活動である。具体的には部活動、課外授業などとなっている。なお、大学などの高等教育の過程では、学習指導要領の適用はされないため、特別活動に提示されている活動は、 各学校が特に正規の教育過程であることを明示しない限り課外活動である。したがって、高等教育の過程における課外活動は、具体的に学生自治会活動、クラブ活動、学校行事、課外授業などである。特別活動は、第二次世界大戦後に初めて設けられたものであり、それ以前は、これらの活動はすべて課外活動であった。そのため、 特別活動に規定されている活動を、課外活動ということも全くないわけではない。ありがとうございます。